5番でございます。佐渡へとさ出てんの晩酌1号1へ今夜も、台風が近づいとる、佐渡島からお送りしております。10月の13日の朝方になっておりますが、ちょっと何が起こるかわからんもんで、まあ、眠てえんですが、うとうとしながら、眠らんと起きております。ここに日本のウイスキー、今日は日本ウイスキーを2本、鳥取のウイスキーです並べておりますが、見てください、この色、はい、こんな強烈な色しておりますけど、実はこれはこの警報の出とる間時に、ウイスキー、この度数43度もあるウイスキーなんか飲めるわけがなく、今飲んだのはこの麦茶です。六条麦茶、これはアサヒの六条麦茶なんですが、まあこのタンブラーに入れるとまるでこのこんな感じ、いい色しております。ウイスキーと思われせるぐらいの、いい色を、いい色をしとるのはこっちか、はい、12年もんで、これちょっと後ろを読んでみると、メガネをもう一つかけると見えんのんですが、はい、素晴らしい、香ばしいナッツやアーモンドの芳醇な香りとどっしりした、これ麦芽かっつうんだかな、麦芽の香り、が口いっぱいに広がり、12年以上といった長期間の熟成感を、字が小さいな、感じさせる程よいバニラやレーズン、それからほのかなスモーキーを感じられ、甘さ、ビター、それから何これ酸味のバランスの良さが、なんていうの、際立つ、字が読めん、長期熟成物、なんて、丸、柔らかで清らかな余韻が残りますと、まあいろいろ書いてあるんですわ。台風が行ったらじっくりと、ほんのちびっと飲んで、酔っ払ってバタンと、今日あたり全然寝てねえ分、台風がいたら飲んでちょっと楽しんでみようかと思っております。鳥取倉吉の松井酒造さんっていうところのウイスキー、倉吉、まさに倉吉、はい、大手ではないウイスキーがこんなところにあったとは、こんなところに言ったらですけど、鳥取にありました。はい、これをやってみようかなと思っております。もちろんグラスはこれな、橋口さんおすすめのというかやつです。はい、台風行ってくれって感じですが、以上佐渡伊藤酒店、はい、晩酌151へでした。